お金のことを考えるとお金が貯まっていくものなんですよ。でお金の話を人に話していいと思うんですよね。でお金っていうのはただ持っててもしょうがないんですよ。使ってなんぼなんですよね。こういう赤のズボンとかピンクのズボンを複数持ってて3、4枚ずつで顔がちょっと濃い濃いっていうか、まあ、タイ人風なんで、まあ、ちょっと濃い色のがいいかなっていうことで、そういう風に印象付けることって大事だなって思ってるんで、まあ、やんちゃに、まあ、でもやんちゃだったからまあちょっと嫌われるところもあったと思いますね。集団いじめとかあったことないですけど、やっぱ簡単な無視とか、まあ、どうやったらこう人に好かれるかなっていうところを結構意識するようになってましたね。ちょうどお笑いとかも結構盛り上がってきてた時期だったんで、でそれのラジオで録音して聞いて、そのネタを覚えたりとかして、でそれをなんかみんなに披露すると笑いが取れるみたいなのがあって、周りを笑わせてる人っていうのは人が集まってるんですよね。で、まあ、自分もそういう風になろうと思って、例え話とか面白い話をできるといいなと思ったのもあって、今はまあお金のまあお話をみんなに分かりやすくってことなんで、ただ単に分かりやすいだけだとつまんないんですよ。例え話を入れたりとか、まあ、よくその株だと、まあ、銘柄選びどうやって選ぶかっていうと、恋人を選ぶように選ぶんです。ずっと長く付き合っていたい恋人っていうのはどういう人か、もちろん年収とか見るとは思うんですけど、でも誠実さとかそういうのも大事なんです。企業でいうと社長だったり経営理念だったり社員の環境とかを見て、あこの会社って伸びるなっていうか形で投資する。難しい話をなんか身近な話に置き換える。で麺も歯切れよくいい感じです。お金の話は周りにできる人ってなかなか少ないじゃないですか。もう教えてもらえるところ人が周りにいないんですよ、うん、自分に合ったライフプラン、マネープランって何だろうっていうのを考える必要がある。でそこに向かってどうやってお手伝いしようかなっていうライズアップ的な感じですよね。あれが成功するのってずっと付き添うからなんですよね。共に走る伴走者ですね。食費っていくら毎月かかってんだろうとか、だから自分は自己投資したいけどこれって何のためにやるんだっけっていう風に、お金の話を人に話していいと思うんですよね。他の人がどうやってんだろう、あの方法いいなっていうので、どん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 賢くなってくるじゃないですか。急に円安になる。スマホがこんだけ広まってみんなが早く操作できるようになってるのって、友達同士で話せてるからっていうのがすごい大きいんですよ。だそういうのができればいいなって。でこれ刻一刻と動いてるんで面白いっすよ。もう自分自身で行動していかないと生きていけない時代を迎えてる。まあお金の教育の文化をまあ作っていきたいなとは思ってるんですよ。で学校でもお金の話、お金っていう教科を作って、でお金みたいな。だってお金の話って勉強したらそれが実生活に生かせるんですから。でお金っていうのはただ持っててもしょうがないんですよ。使ってなんぼなんですよね。やっぱりその生きてきた以上地球にあるものを拝めないで死ぬのって寂しいなと思うので、まあこういった仕事って全国全世界どこでもできる仕事じゃないですか。だから世界を飛び回りながら仕事してたいなと。先が見えるとつまんないですよね。だからワクワクさせる必要がある。